今回はですね、人はなぜ、暴力を振るうのかというのをちょっとまあね、いろいろ最近もね、事件もあったよね、事件多いけど、あの某ね、相撲取りの相撲取り、春馬富士、そう、春馬富士、行っていいかったから、某関係ねえや、まあそれはええけど、でも結局、なぜこう、暴力起きるってことは、こう、なぜ起きる、前の過程があるわけやん。そう。うん。で、その過程が起こって、で、なぜそれをこう、抑えれないか。気持ちを。うん。こう、わーっと来て、こう、ね、気持ちがね、高ぶってね。うん、高ぶって。で、物にこう、行くと、こう、手がね。行くと。うん、そう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 。ね、そこ我慢しとけばね。そこはまず、じゃあ、俊君に聞いてみようか。いやいや、俺そんな経験ないけど、わからんけど。なぜ暴力を振るうのか。暴力を振るう、まあ確かにね、一歩こう、一歩っていうかこう、寸前で止めればさ、もうそれで終わるわけやん。終わる、うん、ちょっと我慢したらそこで。そうそう、そこでもう行っちゃうわけやん。そう、そこのギリギリ境やん。ギリギリで止めとけば、ギリギリだったんです。そうそうそう。ギリギリ、うん、そこは何で止めなかったって言ってしまったっていう。これなぜか、ね、あれもやっぱり人に当たる人と物に当たる人っているね。ああ。いやだから物に当たっても別にあれじゃん。何もないけど人に当たっちゃうとね、問題になるわけやん。人に当たるって感じ。まあそれは障害になるよね。そう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 。うん。まあ罪じゃないんですよね。うん、まあ、単純に言ったらもうその人が自分の思うようにならないからこうしなさいってんで。だから本当は人に当たりたいけど。人に当てれ、そこでやっぱりこう、人に当てれん分、物に当たってしまうっていう、だけのことでしょ。そうなんかな。本当は人に当たりたいんだけど、ちょっと、イライラしたことがあって、なんかそこでちょっと自分のセーブ聞いて、だけど物やったら関係ないけ、もう当たってしまうみたいな。そんな感じじゃない？いわゆる感覚持ちの人の話で、うん、家にあるものを、カーって、イラーって来て、うん、もう皿とか投げまくって、うん、ただ高い皿をパッて見て持ち上げて落とそうかどうかって気迷って、うん、やめるか投げるかみたいな、うん、でどうするの結局。それ投げた。投げるんかい。投げるんかい。切れたら抑えれないっていうか、うんうん、もう自分が何してるかわからないっていう、うん、そういう人おるじゃん。うん。ああ、誰とは言わないけど。まあ、いろいろおるけど、うん。だから。まあ、そう、原因もあるよね。なぜそれで切れたかっていうのはね。よっぽどのことない限り。そうやね。大体殺人事件とか、殺傷事件。暴力沙汰っていうのは大体もう、カーってきて、やっちゃうみたいな。一夜したたつわ。一夜したたつわ。一夜したたつわ。あれも結局さ、あれカーッて来てさ、ここや、そうそう、カーッて来てついてさ、閉めちゃったわけよ。要は暴れるから、あ、抵抗して暴れるから、これ押さえたら死んでしまったみたいな。うん、それもやっぱ暴力だよね。それはやばいやろ。でもやっぱり閉めただけじゃなくて、なんか殴ったりしたんじゃない？まあ、一人やそれは。してるよね、うん、もちろん。なんで、それはやっぱ計画的っていうか、もう相手が暴れないように、おとなしくさせるためになるっていう。そうそうそう。あ、それはね、もうやむを得ず殴ったっていう感じもあるかもしれないね。え、あれは今、無期懲役っていうね、無期懲役、うん、一生出られないって、一生出られないってね。じゃあ明日死刑が何かだけはマシって、マシって、まあね、ね、今元気にやってるかしら、そういう、いやー、そうだね、うん、まあ、暴力怖い怖い。まあ、言葉の暴力とね、うん、うん、まあ、パワハラ、パワハラ、まあ、そうだ、パワハラか。言葉の暴力ってのはどういうのがあるかな。言葉の暴力っていうのは、まあ、会社で言ったら差別とかね、差別っていうかね、その人に優しくてこの人に厳しいとかさ、俺は会社でもあるけど。ああ、そういうことか。あるよ、パワハラ。あっちやったら、パワハラやん。パワハラ。パワハラ、パワハラ。パワハラ。そうだね。だから直接暴力振るわなくても、そういったのでか。口だもんね。パワハラやん。そうだね、パワハラもいけんよね。だから、言葉の暴力、人によってはもうちょっとしたなんか悪口だったり皮肉だったりがもう結構重く受け取っちゃうみたいな。うん、そうそうだね。まあね、うん、それはあるかもしれない。それなんだよな、うん、
なかなか確かに言葉の暴力もあるね。うん、じゃあね、その暴力をなくすにはどうすればいいかね。暴力をなくすには、うん、暴力を防ぐには。まあ、いろんな人おるからね、この世の中。本当、本当いろんな人おるから。うん、どうやったらこうなくなっていくと思う？どうやったら、まあ、単純な話、やっぱり警察で、なんか法律で取り仕切るっていうのが一番手っ取り早い。まあね、厚生労働省とかね、ああいうのね、まあ、その国の問題なんですよね、こう法律を決めてもらうっていうかね、そういうね、そう、春馬富士とかね、そう、春馬富士とか、ああ、でも法律がなかったらね、そのまま逮捕されなくて。ずっと暴力振ってるわけだから、うん、ね、高根岩、そうなんだよな。まあ結局はだからね、法律をうまいこと考えて、うん、こうもっと厳しくでしてもらえすればもう、なくなる、なくなるというか、まあ、ね、なくパワハラもなくなると減っていくということだね、はい、そうだね、まあ、まあ、ただ何か、ただいわゆる愛の無知っていうか、うん、そういったのもあるか。まあね、昔の人がよく、あの時野球部で厳しくして、もう思う存分叩かれたから、うん、こんだけ成長しましたっていうことを言うじゃないでしょ。まあ、逆にそれはあるよね。そういったのも、うん、厳しく言うだけ上に上がっていくからね。うん、まあ、うん、結局は結論は暴力はいけない。いない。ってことだよね。暴力はいけない。暴力はダメ。パワハラ反対。暴力反対。俺反対。はい。俺反対。反対だぞ。